皆さんお疲れ様です。ようやくですね、念願の冷蔵庫、こちらの方を購入いたしました。ということでね、電子レンジと、冷蔵庫ということで、電化製品の方はね、考えてたやつは一応全部揃ったわけなんですけども、冷蔵庫についてはですね、やはりこれ大きいんで、それをね、こう収納っていうか、置くスペースをちょっと確保しようかなということで、今回はキャンピングカーをね、ちょっとレイアウトの方を変更していきたいと思います。私のキャンピングカーの場合、運転席のね、後ろの方にずっと電源ボックスとか置いてるので、その並びで置いた方が、見た目もね、すっきりするのかなということで、そのあたりにこいつをですね、ちょっと仕込んでいきたいと思います。ということでね、この板、ちょうどね、床板のところになるんですけど、これを、ある程度ね、カットとかして、で、スポッとね、冷蔵庫が収まるようにしようかなというように考えております。はい、ということで作業の方、進めてるんですけども、とりあえずですね、今使ってるこの、パネルがですね、そのまま流用できそうだなということで、今ね、採寸の方をし直して、で、ちょっとね、これからカットの方をねしていくところですね。はい、カットの前にですね、絨毯ちょっと張ってるんで、それを、軽くね、剥がします。で、この絨毯もね、再利用ねしたいんで、できる限りそのまま綺麗に剥いているところですね。だいたいね、ボンドでペタッとこうつけてるもんで、結構ね、剥がすのに力いりましたけども、なんとか再利用できそうなので、そのままやっております。蝶つがいもですね、こちらカットにも邪魔になるし、で、あと後々ですね、再利用もするんで、今外してるところですね。はい、作業の方も進んでいますけども、冷蔵庫を置いたらですね、やっぱり横にスペースができちゃうんで、そこをですね、今端材で埋めていくところです。ちょっとね、ここは工夫の方しております。はい、次にですね、アルミシートというかレジャーシートですね、出てきましたけど、これもね、ちょっと今回改良ポイントになります。冬場とかね、ちょっと実際キャンプしてみて思ったんですけど、やっぱりね、下からの、冷気とかがこう上がってくるのと、板にこう、カーペットを敷いてるだけなんで、ちょっとね、弾力性がないんで、それを補うために少し、緩衝材を入れております。ちょっとね、効果の方はあんまりないかもしれませんけど、ちょっと試してみたいと思います。
はい、ようやく完成いたしました。ですね、冷蔵庫の納め方ですけど、やっぱりね、この電源パネルと並びでね、やった方が、まあ、こっちがスッキリするかなと思いまして、こっちに並べました。はじめはですね、こちらの、ここをね、ぶち抜いて、ね、この下に埋め込もうかなと思ったんですけども、何分ね、こっちでね、パソコンとかしたりするんで、ちょっとね、スペースが狭くなるのが嫌なんで、もうそっちにね、並べました。ならまあ、ここまっすぐね、寝るスペースがあるので、まあ、ここはね、従来通り確保できてるんで、まあ、いけるかなと思います。細かい荷物なんかでしたらね、こっち側にこう並べて、ほんで、まあ、足元並べて、まあ、寝るような感じで考えてます。はい、こちらの方ですけども、冷蔵庫関係でこっくり抜いたんですけども、今まではね、この、パネルをですね、横置きにしてたんですけども、今回は縦にいたしました。入るときに靴を脱ぐ、スペースって言いますか、脱ぎにくいということで、ちょっとここをですね、こんな感じで開けてですね、ここまで入って、で靴脱いで、ほんで入るというような感じですかね。あとはもうここはもうパタンとすれば、収まるというような、構造に変更いたしました。はい、ということでね、冷蔵庫設置に伴うレイアウト変更の方をお届けいたしました。はい、今回も最後までご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。